新潟市立内野小学校は、新潟県新潟市西区内野山手にある公立小学校。旧内野町の中心にある学校で、すぐ近くには JR 越後線内野駅がある。1873年の学生志向からある伝統校であり様々な歴史を持つ学校である。校区は、日本海、新川、西川、広道川と豊かな水辺環境に恵まれ、北部には、 電源地帯や海岸林が広がっている。2014年あたりから、隣の西内野小学校とともに、児童数が大幅増加した。増加は2020年をピークに収まりつつある。1873年第15番小学校区、本校内野校として、創立1892年、都市内野村立内野人上小学校と、 会唱1928年内野町内野神城高等小学校と会唱、校歌制定1941年内野町国民学校と会唱1947年内野町立内野小学校と会唱1960年内野町が新潟市に編入され新潟市立内野小学校と会唱1972年創立100周年記念式典挙校 井ガラシ小学校へ移籍を実施1979年に市内や小学校を分離新設2021年度の全校児童数は898名。新潟市内では鳥屋の小学校に次いで2位。10年前と比べて200名増加している。新潟市立内野中学校、ありがとうございます。